じゃあ、ささやんです。本日もニュースをついていきましょう。今日前半の話題は台湾を訪問して世界を騒然とさせた米ペロシ下院議長ですけど。 そのペロシ氏が乗っていた飛行機を巡り、どうも中国は本気でやっつけようとしたものの、米軍の電子戦闘機に邪魔されて追跡に失敗し、手も足も出なかったってお話と、後半はそのペロシ氏が台湾に行った後今度は別の米国議員団5名が同じく台湾を訪れましてね、中国はまたも激激怒状態なんですが、ただ、一連の流れを見ていきますと、あれ これってもしかして、米国による逆サラミスライス戦略なんじゃねえのかなって話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて、目の付けとかいいねと思った方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、まずは中国軍がやらかしちゃった話題から、香港メディアの南下双方より見出しがですね、ペロシの台湾訪問が、米中電線の新たな潮流を引き起こした理由ということで、 本文を翻訳しつつ抜粋して読んでいきましょう。国営放送の CCTV は中国軍が8月2日、台北に向かうペロシ氏一行の乗った輸送機に対して複数の場所で海軍と空軍を使い完全な追跡と監視を実施したと報じた。ところがある情報筋によると人民解放軍はジェット機と055型駆逐艦を使った追跡作戦は失敗に終わったという、<laughs> あれ ペロシ氏が乗っていた飛行機って普通のジェット機でしたよねストレス戦闘機じゃなかったですよねどうして見失っちゃったんでしょうか不思議だなって感じですけどもとでその情報筋によると人民解放軍は J16D 電子戦機と軍艦を配置しペロシ氏の 追跡を試みようとしたが、成功しなかったと述べた、えー。ペンタゴンから派遣された護衛機による電子妨害により、人民解放軍の電子戦装備はほとんどすべて正常に動作できなかったという。<laughs> いやー、これは笑っちゃうねと、えー。米国の電子戦機に手も足も出なかったと。で、ペロス氏の航空機はインドネシア南東に向かい、その後、北に向きを変えてフィリピン東部に沿って飛行。 異例の迂回経路をたたどっ独立系航空アナリストのヘ・ヤンミン氏によると、えー、中国船がこの飛行機を感知しなかったことは驚くことではない055型駆逐艦のレーダー範囲は 500km と言われているが現実の有効射程はもっと短いものだろうと語り 広大な作戦地域、そして055型のハードウェアと乗組員の両方が比較的新しいことを考えみれば人民解放軍がペロシの位置を特定できなかったことはほとんど不思議ではないと述べた。<laughs> なんじゃそれ。新型艦ゆえに訓練が足りひんかったとでも言いたいんでしょうかね。いや、それじゃだいぶ情けなくないですか。一方で、なるほどって部分もありまして、ペロシの乗る飛行機が予想をはるかに上回る時間をかけて 台湾入りしたことを見てですね一時はどうなったのかと心配した声も上がったんですけどもなんてことはないですよね中国のレーダー網をかいくぐるために遠回りをしていただけでしたとでペロシ氏の訪問の後台湾を包囲する前例のない人民解放軍の戦争演習が行われた。 台湾当局によると中国軍は台湾の北南東の海域に11発の弾道ミサイルを飛ばしたというそしてそのうちの5発が、えー、中国が認めていない EEZ 内に落下したと日本は発表した北京は弾道ミサイルの数を明らかにしなかったが台北と東京の発表は人民解放軍のミサイルを電子戦術で探知追跡が可能であるという大陸への警告だまたミサイルは 台湾による落レーダーダ基地で探知されたはずだという、うはい出ました、落山のレーダー基地。これは台湾で一番高い山、標高2500メートル級の落山の上にですね設置された直径30メートルにも及ぶ巨大なレーダーアンテナのことを指します。このレーダーがとんでもない種のものでございまして、その探知距離は3500キロ以上と言われておりまして、その範囲に飛ぶ弾道ミサイルだとか巡航ミサイル、そして飛行機らのほぼ全てをですね捕捉できるとさえ言われております。ちなみに 台湾を中心に、ね、3500キロの円をぐるっと同心円で描いて描くと南の方はですね南シナ海を通り越してインドネシアまでそして北の方はですね北京はおろかモンゴルまで到達するほどつまりですね中国の都市全部がですねほぼ全てが収まる範囲でございましてこれを運用している米国軍からすればですね台湾が香港のように中国に飲み込まれてしまうのは是が非でも避けなければとマジで死活問題なんですよねと。で、えー、情報図によると米中両国は 今回互いの伝染能力を調べようとしたようで特に中国の方は台湾有事に対応できる強力な技術を持っていることを確認したかったようだ。 おしまいということで、いやーしかし何なんでしょうかね。ペロシ議長の出発に合わせてですね、中国軍が戦闘機をスカルムで発進したなんて話が当時ありましたですね。日本のテレビや新聞も、米中一色即発あるかもなんて報道を繰り返し報じておりましたけれども、その後しばらく時間を空けてペロシが夜間に台湾に降り立ったものを見てですね、それを見たマスコミが今度はですね、中国空軍が夜間発着に難があって、その弱い時間帯を狙ってペロシが空港に降り立ったのだ。 みたいな差も真っ当な理由をつけておりましたけれどもね、蓋を開けてみればこのざまです。レーダーに引っかからないように迂回飛行をしつつもですね、米国は電子戦機を先乗りさせて、そこで防海電話を出してですね、レーダー機能を失った中国軍は、その飛行機に近づくことすらできなかったと、手も足も出なかったと、それが真相のようでございます。ただ、技術の進歩は早いものですのでね、何千日本の防衛装備品でですね、電子機器だとかレーダー素子を開発している三菱電機が車内システムをハッキングされちゃった ってるなんて事件も起きていますのでうかうかしていると盗んだ技術で高性能レーダーがね模倣されて作られるかもしれませんのでそういった企業にはですね一段と高いセキュリティ意識を持ってやっていただければと思いますさてお次の話題もこれも米中の台湾問題につながってくるんですけどもそれを伝えるのは 中国、米国の新米議員の台湾訪問に反発ということで本文を和訳した上で抜粋して読んでいきましょう。米民主党のエドワード・マーキー上院議員ら5人の議会代表団が日曜台湾に到着した。米下院議長のナンシー・ペロシ氏が挑発的な旅行を行ってから2週間も経たないうちにまた旅行が行われた。中国はペロシの訪問に対応し一連の対抗措置と台湾周辺の空海域で数日間の軍事演習を行った。 なったばかりだあっちゃーとあれだけ派手にミサイルをぶっ放してまで軍事演習を公開したのに米国議員団がまたも台湾を訪問するとはこれじゃあ習近平のメンツが丸つぶれじゃないですかいやー困ったもんですなと。で、えー、米国と台湾が引き続き政治的トリックを使い台湾海峡の平和と安定を損なうことに対する抑止力として人民解放軍の東部作戦司令部は複数の軍隊と部隊を巻き込んだ戦闘パトロールと実弾演習を実施した。 está. 中国国防部の報道官、ウー・チェン上級大佐は、米代表団の訪問によって、ワシントンが台湾海峡の両岸の平和と安定のトラブルメーカーであることを完全に漏呈したと述べた。<laughs> あの尖閣の海を思いっきり荒らしまくってるトラブルメーカー100%の中国がどのくせ言ってんだと思わず突っ込んじゃうところですけれどもと。で、人民解放軍は軍事訓練と戦争準備の努力を継続し、国家主権と領土保全を断固として守り、台湾独立分離主義と 外部干渉の試みを鎮圧すると述べた中国外務省の王文輝報道官は米国議員の訪問は台湾独立の勢力に誤ったシグナルを送り一つの中国の原則と三つの共同コミュニケに違反していると述べたはい今出てきた聞き慣れない言葉三つの共同コミュニケなんですけれどもこれはですね米中両政府で1972年75年そして79年に行われた三つの共同声明を包括する言い方であります。 ましてまあ簡単に言っちゃうと領土保全に関する事柄を玉虫色に明文化したものなんですよね。でこの声明の中にはですね中国側の意向として台湾にはちょっかいを出すなってことがね盛り込まれておりましてこれを盾に今中国は強硬姿勢を取るんじゃないと米国に言っているわけです。ただしこの声明にはですね台湾での紛争を避けましょうというものも同時に記されておりまして3つの挙動なんちゃらを忘れちゃったのかと言われてもですねお前らのの方こそですね隣の香港を強引に 侵圧したりあるいはですね空母や軍艦で威嚇して台湾領域を紛争化してんだろうとお前が言うなお前言うと米国側は見ているわけですで王氏は北京での定例会見で一つの中国の原則を覆い隠し空洞化し歪曲するという間違った道を歩むのをやめるよう促し二国間関係の平和と安定がこれ以上損なわれるのを避けるよう求めたと同時に一部の米国政治家は自分自身を過大評価しており失敗する運命にあると言った。 また、中国国務院台湾事務局の報道官、まあ、行幸氏は、米国の一部の人々は、ペロシ氏の挑発的行為がもたらした重大な結果を学んでいないと述べた、えー。そんなに勇ましいことを言うのであれば、ペロシ氏が台湾に来た際、近海に展開していたと言われるね、えー、米空母、ロナのド・レーガンに対しても、威嚇射撃でもすればよかったのに、えー、中国の報道官は、口だけ番長をやっております。まあ、いかんしかやらない日本よりは、はるかにマシって説もありますけどもと。<laughs> いや本当に冗談 じゃないんでですけどもねとでこの訪問は中国を封じ込めるために台湾を利用するワシントンの悪意ある意図と台湾当局が外部の力に頼って独立を目指す試みを露呈したと述べ外国に支援を求めるようなさらなる挑発を抑制するよう警告したなおペロシ氏が台湾を訪問した2日目に中国は台湾からの果物と魚の輸入を停止し 台湾へのテンンスの輸出を制限すると発表した。雑誌「カレント・アフェアーズ」の編集長ネイサン・ J ・ロビンソン氏とノーム・チョムスキー氏は米当局はペロシの訪問が中国を怒らせると分かっていながら意図的行動をとっていると指摘した。 あの、バイデンがペロシをね、呼び止めたなんていう噂もありましたが、まあその真相はともかくとして、結果的には序列3位の人物が放台したんですからね、日本で言ったら、まあ差し詰め、自民党官庁あたりが台湾に個人旅行に行ってきましたってのと同じレベルのことなのでね、中国がイラつくのを、まあ分からんくはないんですけれどもと、で、えー、米中関係の悪化は、全世界を脅かすとしていくし、米国は不必要に対立を煽るのをやめて、中国の立場から物事がどう見えるかを考え、地球を 共有しなななければならない14億人の国を理解し協力するために努力しなければならないと述べましたおしまいということでこの記事長文につきところどころすっ飛ばしております全文知りたい方概要の UR からご覧くださいはい最後のくだりがまあさすがチャイナ・デイリーといったところでしょうかね中国の立場からどう見えるかを考え地球を共有しなければならないなんて話をペローンと平気で書いちゃうあたりにすがすがしささえ感じますけれどもとただこの記事 僕的にはものすごく興味深い部分がありまして米国の学者ノーム・チョムスキー氏の発言の中にですね米当局は中国を怒らせることを分かっていながら意図的行動をとっているの部分でありましてこういうのを、ね、日本の左人から言わせると相手を挑発する真似はやめなさいっていう見解になっちゃうんですがでも強大な軍事力を背景にする米国がそれをやるとですね単なる挑発行為ではなくてですね非常にインテリジェンスな逆サラミスライス戦略に見えてきます。米国は 台湾に対してペロシを行かせて中国と一文着があってそれがそろそろ落ち着いたかっていう頃合いにですねまた5人訪問させてまた一文着を煽ってですね一見すると米国議員団の感情任せでバラバラに動いてるっぽく見えるのですがただペロシの時もそして今回の5人の訪問もそうなんですけどもちょっとこの写真見てくださいドンこれは台湾の空港で撮られた1枚の写真ですけどもねバックに見える機体大統領専用機のエアホースワンと全く同じカラーリングですもちろん小ぶりなんでね大統領専用機では はないのですがただこの色の機体を使えば米国大統領の大名かもしくは少なくともですね米国政府の意向であるという意味に取られるわけですしそもそもこの機体の所有はですねアメリカ空軍ですからね言い換えると軍用機でありますよ昔深セの地震だったでしょうかね大地震が起きたってことで地震大国日本から人員や物資を運ぶ補助輸送機としてですね日の丸のついた政府専用機でやったらどうかって話になった時でさえ中国はそれだけはやめてくれとカくなに ししてきましたその理由は政府専用機が自衛隊が運用しているものですからね実質それって軍用機で乗りつけるってことなんでしょうそれだけは勘弁してくれよっていうのが主な理由であったはずですですからエアホースンと同じカラーリングの機体でまたしても台湾に降り立ったっていうのはですね中国側から見て最悪のケースなんですよね一方でこういったちょこまかした挑発行為を積み上げて積み上げて規制事実化していくというのはですね本来中国の得意技なはずなのでね実はお互い様なんですよねですから議員個人の 独断と称して、ね、やっておりますけども実際はですね 1mm1mm 米国が中国に削りに行ってるつまりサラミスライス戦略を逆にやり返してる仕掛けてるんじゃなかろうかと僕なんか見ておりますけれどもとで台湾海峡の 緊張感をですね、無計画に高めるなと言ってる専門家たちこそ、計画性のない議論はやめろと言っておきたいんですよね。で、米国がこのようなサラミスライスをやってるように見える一方で、じゃあ日本政府はどうかっていうと、これがかなり情けなくてですね、日本政府の EEZ 領域に中国からミサイルが撃ち込まれたってのもですね、えー、あれを見て官房長官が遺憾法ばかりで,ですね、実務を司っている外務省は、これはもう林義政の息がかかっちゃってんでしょうね。外外務務省の森外務次官が中国 の大使に対してなんとですね 呼びつけけてて抗議するわでではなくて電話で抗議いたたししました <laughs> もう一回言いましょうか森外務次官は中国大使を呼びつけて抗議するわけではなくただ電話で抗議しただけでしたもうはあっていうため息しか出ませんよね日本は官房長官そして外務大臣どちらもがですねペロシ氏の包帯についてコメントする立場にないとある程度中国に気を使った発言をしておりましたがそれでも EEZ にミサイルをぶち込まれてそれでも電話で抗議するだけで済ませようとしている林義正さんにハニト・ 裏際から出るのも、まあ、自然の成り行きというものでしょう。ということで、今日も話が長くなりましたので、これ九段して、最後はほっこりのどかけで締めたいと思います。ペロシ氏が台湾に来た、とかけまして、中国は文句を言うと、ときます。その心は。ナンシーに来たんじゃ。<laughs> あ,あ、そうそう、今知った情報ですけども、ロイターによるとですね。米国議員団の2回目の包帯についてですね。中国は新たな制裁を発動しまして。え、蔡英文に近いとされている台湾の当局者、7名に対してですね。中国。 本土それから香港、そしてマカオの入国を一切禁ずると発表しまして、<laughs> それって一体何の意味があるんでしょうかと、もう制裁に息切れして、米国に日和始めたかって感もございますけれども、ということで、本日も面白かったためなった方ねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで